大阪府立下本高等学校は、大阪府三島郡下本町にある公立の高等学校。高校生急増期対策と誘致運動を受け、昭和後期1974年に、府立88番目に新設された。段階ジュニア世代の入学の昭和末期から、平成初期頃まで隣接高槻市と並び、地元集中校だった。 1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に新設した不立高校の一つ。1973年度だけで開校13校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、不立88番目の高校として1974年に開校した。長らく、 下本町で唯一の高校だった。教育課程は全日制課程で普通科を設置。進学対策や就職対策など、進路に応じて多様なコースも設置している。また地域との連携も積極的で町内の中学校へ出前授業や町内の行事へ参加している。交渉は府立88番目に由来。漢字。 八の字を組み合わせ、六両の星をデザインし、その中心部に太陽と日本の日も意味する二重丸を配置している。制服は濃紺色のブレザーにグレー色のカッターシャツを組み合わせる。カーディガンやセーターもある。クラブ活動ではラグビー部が大阪の古豪として知られ、全国高等学校ラグビーフットボール大会に複数回出場。コーチは 不北部の島本町の北部、名神高速道路の北側の丘陵地に位置する。山手の急斜面にあるため、校舎から島本町一円や天皇山を延望できる。なお校舎は、半世紀以上前の建築のため、旧耐震基準の既存不適格で、震度6強の揺れで、倒壊の恐れがある。このために2012年から改修を行った。学生食堂や理科同校舎付近に、 エレベーターも設置されている。かつて高知の北隣に、名神のパーキングエリア、桜井 PA があった。ありがとうございます。